どうなの、パスカル。ちょっと待ってよ。ん？もしかしたら…よっと、これでどうだ。治ったのか。ああ、ダメっぽいよ。ここでどうにかして修理方法を見つけないとダメだね。まずいな。ずっとこのままなんてことにでもなったりしたら。そしたらみんなでこの星で暮らす？案外楽しいかもよ。パスカル、こんな時に。さすがに笑えない冗談だ。私は、もしソフィーが良くなってくれるなら、それでもいいと思ってる。え、諦めじゃないよな。もちろん違うわ。一番大事なものが何かってこと。だったらなおさら、さっきの町らしき場所を調べよう。ダメ元じゃないが、やれることは全てやるんだ。だね。早くソフィーを治してあげようよ。だってさ、ヒューバート、兄さんの話でしょ。俺から言わせれば両方だ。ああ。これでも使え。クラスターレイド。一旦、一旦、到来させます。
が甘かったな。人の気配がまるでない。それに見たこともないモンスターばかりだ。何なんだここは。ねえソフィー、空に見えるのが私たちの世界かもしれないんだって。すごいわよね。ソフィー、アスベル、ソフィーが返事しない。ソフィー、おい、返事をしろ。見せて。うん、大丈夫。二人とも落ち着いて。本当？うん、そうよね。大丈夫に決まっているわよね。でも急がないとどんどん悪化するかも。そんな、どうして。私にも分かんないよ。ソフィー、絶対に助けてあげるからね。もう少しだけ頑張って。パスカルの言った通り、ここは町だったようだな。しかしここもひどい荒れようね。こんなところで今も人が暮らしているのかしら。フォドラへ来てからというもの、こんな光景ばかりですね。ちょっと、あそこに誰か倒れてるよ。ソフィー。ソフィーとは違いますが、服装は確かに似ていますね。なんだ、何をした。ちょっと触っただけだよ。そしたら消えちゃった。あ、人がいた。おい、待ってくれ。おい、ようやく生きた人間に出会えたな。急いで後を追いましょう。何としても話を聞かなければ。やはりダメね。私の開発した技術ではここまでが限界。パスカルの言う通り、この技術はまだ未完成。あのままフォルブランニルに使い続けていたら、今頃は私はパスカルの才能に嫉妬するあまり、とんでもない間違いを犯すところだった。パスカルは誤った道へ進もうとする私を止めようとしてくれたのに、もしこのままパスカルが戻らなかったら、私は。ルイビエ姉様、お食事の支度ができましたよ。ありがとう。後でいただくわ。ルイビエ姉様、元気を出してください。パスカル姉様は必ず無事に帰ってきますよ。元気な顔でお出迎えするためにも、お食事はちゃんと取らないと。ルイビエ姉様に倒れられたら、パスカル姉様の面倒は誰が見るんです。うちは嫌ですからね。あんな子供みたいな気ままな人、面倒見られません。そうね、ありがとう。ポアさん、あの子のことだもの。フォドラでも研究に夢中になって、
バナナばっかり食べてろくにお風呂にも入ってないはずだわ。帰ってきたら栄養のあるものを食べさせてお風呂にも入れないとね。そうですね。パスカル、どうか無事で帰ってきて。約束よ。まったく、なんてところで寝ているんだか。パスカルさん、こんなところで寝ていると風邪をひきますよ。パスカルさん。お姉ちゃん。夢でも見ているんでしょうか。ペクシン。くしゃみをするなら手で口を押さえてほしいですね。弟くん、おはよう。風邪かな。なんかね、お姉ちゃんに野菜と一緒にお湯につけられてスープにされる夢を見ちゃった。お皿に盛られる時に湯冷めしたのかな。そんな夢でよく泣けるもんですね。え？泣ける？あ、ほんとだ。なんで私泣いてんだろう。変なの。パスカルさん。お姉ちゃんは小さい私を面倒見ながら自分の勉強もしてたすごい人なんだ。いつもお姉ちゃんが守ってくれていたから研究に打ち込むことができた。今回だってそう。お姉ちゃんがいなかったらここまで無事に来れなかったもん。ほんと、お姉ちゃんにはこれからも頭が上がりそうにないや。帰ったらそう伝えてあげればいいですよ。うん、送り出してくれたお姉ちゃんのためにも無事に帰らないとね。よし、頑張るぞ。薄気味悪い場所ですね。今の僕たちに必要な場所だといいのですが。ねえ、さっき見かけた人を早く追いましょう。手分けして探すのか。ええ、そうした方がいいでしょう。ただ手分けするとなると。いや、この先何があるかわからない。ここは全員で行動した方がいい。そうですね。ソフィーを守るのだって兄さんだけの役目ではありませんしね。これは何でしょう。動いているようですが。時計じゃないかな。ばあ様が昔これに似たのを持ってたよ。だとするとやはり以前はここで多くの人が生活をしていたのでしょうか。なんかこれ寂しいね。機械は人のためにあるのにさ、何のためにこの世に生み出されたのかなって虚しくなっちゃうよ。パスカルさんらしい言葉ですね。別に機械に命があるとかまでは思ってないよ。けどさ、生まれた機械の意義ですか。この匂い、ひどい。腐っているな。服に匂いが移っちゃいそう。おや、大豆を発酵させてるみたいだね。大豆？どうして？大豆って発酵振動によっていろんなものになるんだよ。発酵振動？どれだけ発酵しているかのことだよ。そうだな、まあ発酵させている時間の長さって思ってよ。ここの大豆も発酵振動で他のものに変わるのか。さあ試してみれば。ところであなた、鼻も抑えずよく平気でいられますね。いい匂いじゃん。どこがですか。